はい、こんにちは。パーカッションの高見です。0から始めるパーカッションジャンベ編。今度のシリーズは、このジャンベという楽器について1からや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画で、ジャンベの基礎知識、ストローク、スラップの叩き方、オープンの叩き方について解説しておりますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回はですね、ジャンベの主要な音3つありました。それの最後の1つ、ベースの叩き方について解説していきます。 ご安心ください今回やるベースがですね3つの音の中で一番簡単でございます、はい、なぜかというと今までやったスラップやオープンっていうのはこの叩く位置ですねこの位置結構気にしないとあんまりいい音が鳴らないつまりよくなるポイントスイートスポットが結構限られているんですねこの位置このスイートスポットで狙って叩かないとスコーンとね 音が出ないっていう感じだったんですけれども、今回のベースに限ったね。スイートスポットむっちゃ広いです。はい、具体的にはこの画面上であればどこでもベースが出せます。はい、ご覧のようにですね。この画面上円の中であれば。どこでも低い音ベースを引き出すことができます。 で今このジャンベ結構チューニングが高めなんですけれども仮にこれがねチューニング低いジャンベだったらどうかっていうとちょっとジャンベをやったことがある方からのよくある質問としてはですねベースってこの真ん中画面の中心をこれ叩かないといけないんじゃないのと。 いいうのがあるんんんでですすけれれども実はねそななことないんですよことよ真ん中叩いてももちろんベース出せますけれども実はもっと、ね、手前側でもうまいこと引き出すことができますでむしろ最近のジャンベプレイヤーパーカッショニストたちはですねあんまりこう真ん中までいかないですねこのオープンとかスラップのポジションつまりこの画面の手前側に比べてベースはこう手を入れる手の移動が伴いますこの分のね 移動が伴いますので、あんまりこうね遠いと速いフレーズを叩くときにこの移動のロスが生じますので最近のプレイは結構ねこの手前側でこう完結するようなプレイスタイルの方が多いですねなるほどなるほどととりあえずこのダメージを叩けばいいのねとじゃあ問題なのは何かっていうとやっぱりこの手の形 フォームだったり当て方になりますこれをこれから詳しく見ていきましょうはいではジャンベを叩く前にですねまず自分の手のひらこう拍手する感じでね自分の手をいろんな位置で叩いてこの音の違いを確認してみてください結構これ叩く位置によって音が変わりますで自分の手の中で一番低い音 っっててて高いい音ではなくうね。低い音が鳴るポイントっていうのはどこにあるかっていうのを探してみてほしいんですね。これは実は人それぞれ手の形が違いますので厳密に言うと一人一人ね一番低い鳴るポイントっていうのは変わってきます変わってきますけれどもまあおおよそね大体みんなこの辺っていうのは決まっております。はい見つかりましたでしょうか えー、それねだいいたねこの辺り、まあ、なんとなくね予想できましたよねやっぱりこの手が分厚いあるいは柔らかい部分っていうのは割とこう低い音を得やすい対してこの先端の方指先の方とかねで叩くと割とティッティッティッて高い音になりやすいですはいこれはもう何を叩いてもどんなパーカッションを叩いても あるいはパーカッションでなくてもね机とか鍋とかもうその辺にあるものを叩いても全てそうです人間の手というのは指先の方になれば高い音がしますしこの根元の方っていうかね手のひらの方に行くと低い音が鳴らせるようになりますはいというわけでジャンベでベースを叩くく時もこの辺り、まあ、つまり手のひらですねを使って叩きますはいで特にですねまあここ全体的に画面に 当てるわけけなんですけれども重心として考えるといいのがですねだいたいこの親指の付け根の辺りだいたいみんなねこの辺りちょっと肉が厚くなっているぷっくらしていると思うんですよねその他の場所に比べてこの肉厚な部分を利用するここを手の中心重心だと考えて。 この手の手ひらを面に落とすはい、るとまとまった低いいい音が出やすすと思いますでいろいろねこの辺を中心に考えたりこの辺を中心に考えたりこの辺を中心に考えたりいろいろ自分の中でちょっとね微妙に傾けたり当て具合を変えたりしてみて一番低い音が出せるポイントで当ててみてください。 はい、おそらくなんですけれどもみんなねこの肉厚なところっていうかね肉球っていうかこの辺りにこう体重がかかる重心と考えて落とした方が低い音が鳴らせると思いますでおそらく最初のうちはですねこの辺りを狙って当てようとしてもこう指先も一緒に当てちゃったりしてで結構ね高い音がしちゃったりしますとあるいは。 こう,にこう一発で当てられなくてダラッダラッダラッってこうね2回3回音が鳴ってしまうっていうことはあるかなと思いますなので簡単な方法一番簡単な方法としてはですねまずこの部分だけを当てるということに集中するつまりこの指が当たると余計な音高い音が鳴ってしまいますので指当たんないようにちょっと反らすと、はい、この画面から浮いたような状態 このような手の形を作って持ち上げて落とす持ち上げて落とすはいこのような手の形で何回か叩いてみてくださいで当たっているのはこの手のひら全体ですここが今当たっていますで特に意識するといいのはこのあたりですね肉厚なところを中心に考えると まままととった低いいいい音が得やすいと思います思はい、でこれでどんどんどんと低い音が出るなということが確認できたら今度はこうね指をだんだんリラックスさせていきます、まあ、このような状態で演奏してもいいんですけれども流れの中で叩こうと思うといちいちこうねこう指を反らせるっていう動きをやってるとそれはすごい 大変というかロスになりますので、理想的にはですね最終的にこう指がリラックスした状態つまり平らな状態で指が当たっても低いドッドドという音が出せるというところを目指しますつまり最初は指を反らせた状態で始めて構いませんのでこれで落とす落とす落とす でこれで低い音が出ることを確認してください。でこうピタッとね密着させずに、まあ、普通に跳ね返らせる当たった後は浮いている状態にしてください。落としてドン落としてドン落としてドンはいこれができたら今度は指を揃えてこの手の形をね自分でこう少し意識してまったいらになるような形を 作ってみて同じようにドンと落としてみてください。はい。で意識するのはこのポイントです。先の方に意識がいったりあんまり意識してなくてもこの指先の方が先に当たってしまうとこういう高いサウンドになってしまいますのであくまで 当たるのはここここを中心に当てて結果として手のひら全体がこのために当たるというのを目指しますはいでは安定してこうドッ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 とね弾き音が鳴らせるようになってきましたら今度は叩く位置ポジションについて考えてみましょう最初に言った通りですね、まあ、どこ叩いてもいいんですよまあ厳密に言うと微妙にね音程感とか音の長さっていうのは 変わるから最終的には「あここ気持ちええわと」とこのくらいの音の長さベースの音がいいわというポジションでね叩いていただければいいんですけどもこのレッスンでは1か所ねここで叩くといいよここで叩くと効率的に叩けるよっていうポイントを教えたいと思いますはいそれがこのシールの位置ですねこれ何かというと前回やりましたオープンのポジションですねオープン叩くときに人差し指中指の第二関節付近が当たる オープンの時はこの辺を中心重心と考えますので、ここが当たるポジションがまあ、大体この辺でありましたと。はいで、ここにシールを貼ったら今回もこれを利用します。ここに今回はこの親指の付け根の肉球肉の厚い部分を当てると。はい、これで考えれば。 まあこのポイントだけ意識すればオープンもベースも叩けると。ああ、わかりやすいと。というかね、このオープンを叩くポジションから、スススススっとね、まっすぐこう手をスライドさせるように動かして、この親指の付け根がダメに入るポジションがまあ一番、この移動距離が少ないわけじゃないですか。なので、スススススっと移動して、親指入ったなっていうポジション、大体ここになると思うんですね。 オープンの時に第二関節を当てていたあたりのポジションがこのまますすすすすっと移動してこの親指の付け根がダメを叩ける位置となるとだいたいこのあたりかなというところになりますのでオープンの時はこのポジションベースの時はこのポジションと覚えていただくといいかなと思います。 はい、なのでオープンスラップを叩くポジションを基本にしてベースを叩くときはこのまま前に少しスライドさせればいいとこういう移動軽くね肘を曲げ伸ばしする移動になりますやっぱりこの移動が少ない方が効率よくね楽に叩けるんですよねで真ん中に手が楽に届く 肩は真ん中を叩いてもいいんですけれどもまあ、人によってはね、結構肘を伸ばさないと届かなかったりするかなと思いますこうすると結構ねこう移動距離が遠いんで大変なんですねなのでまあ最初のうちはね、なるべくこう近いところで、ね、覚えて これが慣れてきたら、まあ、最終的に自分であこの辺りがいい音だなと自分のお気に入りのポジションを見つけるといいかなと思いますはいというわけで今回はジャンプのベースの叩き方についてでしたこの手の厚い部分を当てるっていうことと指を揃えて伸ばして手の形を平らにするっていうことができればねそんなに難しくはないかなと思いますでむしろ重要なのはこの叩く位置ですね、まあ、どこを叩いてもいいんだけれども初めのうちはねなるべく自分に近い 1近いポジションで叩いた方が楽だよという話でした。具体的にはオープンをたく1このポジションに大だ体いだいこの親指の肉球が当たるぐらいの距離感ポジションで叩くといいかなと思います。で自分はこの位置で叩くぞっていうので最初に決めた方が安定して音が鳴らせる、えー、効率よく上達できますのでぜひやってみてください。で余裕がある方はね今までやったスラップオープン ベベーーースススをそれぞれぞ片手ずつスラッスッッッププオンカカカトトトとカットとカットとと、ね、いろいろ叩き比べるという練習もやってみてみくださいはい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日は YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので引き続きごチェックをお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。